それでは北、形、広い、才能の才ですね。この4文字がバランスよく書ける方法を簡単にご説明していきますね。じゃあまず北からいきます。1画目がこれですね。少し右上がりに持っていきます。じゃあ縦を持ってきますが、上よりも下がちょっと長いぐらいですね。で、ここ一緒ぐらいの位置からすくい上げていきます。じゃあこの位置をめがけて、まあ似たような長さで持ってきますね。じゃあ上の位置から、この下のここを下がらないように横に持っていって抜いていきます。じゃあ K に行きますね。沿っての線ですね。伏せての線がまあ1.5に近い感じですね。じゃあこの線の中に収まるように縦の2本を書いていきます。まっすぐに持ってきてから開く感じですね。じゃあこれも収まるように左よりも長く持っていきます。まあ大体一緒ぐらいの位置から払ってくるんですが、徐々に立ててですね、この真ん中あたりから、またこの真ん中あたりから立てて、大体一緒ぐらいのところで終わります。広いという字に行きます。まず短い縦を書いたら少し右上がりの位置ですね。内側に入ったところから少し立てて、払ってきます。そしたら、今からカタカナのムミみたいなのを書くんですが、この線に平行でなくて大丈夫です。中心のちょっと右ぐらいから、まあ、これは45度ぐらいかな。で、少し右上がり持ってた時に、こことここがまあ似たような長さでいいかな。で、止めます。じゃあ才能の才という字いきますね。少し右上がりに持っていきます。右寄りを狙って縦を持ってくるんですが、少しだけ斜めに持ってきて抜きます。その時にこの横よりも縦が少し長いぐらいですね。じゃあここを少し開けて、まあ45度ぐらいに近いですかね。ちょっと寝てるかもしれないです。